最後、おうちゃん頼む最後。僕何すればいいですかね。これっていう必殺技あったら。必殺技、必殺技。じゃあちょっとさ、今ここで叫べないもんね。そうなんですよ、あんまり叫ぶと周り迷惑なんで。びっくりする、隣の人がグッタラーって言ったらなんかね、なんか殻の悪い人。そうですね、はい、おとなしめでなんか。いや、じゃあおとなしめを感じにしましょう。ママ、イカちゃんいなくなっちゃったよ、イカちゃん。イカちゃん、イカちゃん死んじゃったもん。イカちゃん食べちゃってね、食べちゃった、みんな食べちゃってね、食べちゃってる、なくなっちゃうよ。ああ、イカちゃん食べたいよ、食べたいよ、もうダメよ、イカちゃん食べたかったよ。イカちゃんまだおるよ、ここに。あ、あ、イカちゃん、神様食べますか。食べたね。神様食べてください、イカちゃん。イカちゃん食べてください、イカちゃん。俺マジでこれで、ね、イカちゃん食べてください、全然違うもん。全部漬けで、全漬けで、全漬け。で、さすが最後にさ、醤油で。さすが神様。全部の旨味が。たまんないな、これ。たまんないですか。たまんないですか。うめえって言ってください。うめえ。素晴らしい。どうですかね、おじさん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。貴重な経験を。ということで、今回は、某東北地方の、どこだったっけ、富山です。富山県の鳥取砂丘に、はい、めちゃめちゃね、マジで。でも釣りする、今から釣りします、今から。いやもう僕は今日が明けたんで釣り、これちょっと釣りできる感じあるよね。今からやりますか。サワラとか回ってきますかね。いるかもしらん、これやったね、おちゃん。バケモン来るかもしれない。バケモン来る。でもいつも釣ってるじゃん、こんなとこで。いや、食ったーって。近くで釣れる場所はありますけどね、その回ってきたら釣れるって場所です。もう本当に運みたいな。運ですよ、そりゃ。回ってくるかどうかなんで。いや、ちょっとまたやりましょう。やりましょうか。はい。皆さん見えますか、この海。俺たちの海が見えるか。今回日本海に勝ちましたよ、我々、うん、もう寒さと、いや寒さか、寒さに耐え抜いて、うん、日本海のホタルイカ、バケモン、うん、全部刈り取りました。見たかやったらーって。でっちゃがいがさ、種ヶ島にさ、あの島に持ってんのよ、この人。あ、すごいです。種島だった。えなんかどうかのっかの変な離島に友達が山を買ったんやろ。そこで屋久島で行ってこや。わかりました、はい、もうそいついないですけど、ね、今北海道にいます、はい、兄ちゃんか、屋久島から、はい、屋久島 あのガイドはもう人に任せて、はい、お北海道で何やったの。北海道で今なんかやってます。好きだね、自然が、はい、自然が大好きなんですよ。おじゃあ屋久島行ってこや。わかりました。俺も行きたいけどね、ちょっと気が向いたら。俺はわかりました、はい屋久島行っていたろ。何が屋久島って。いや、暖かくなったら。え、これだ、これだ。明るいね。おもちゃよく行ってるもんね。何になったら種ヶ島だったっけ。いや、僕は石垣島です。石垣島なんだ。あれ、はい、旅費いくらすんの。石垣島は片道で、うん、アナだと4万以上かかりますよ、片道で。往復8万ぐらいなんだ。往復8万ぐらいかかっちゃいますね。あれ直行便あるの。ありますよ。関空とか成田からだったらピーチが飛んでるんで、もうちょっと安く行けますけどね。あっちの小笠原とかは。小笠原は行ったことないですね。 あそこやばいです、船でしか行けないんで。あ、小笠原諸島。丸1日以上かかるんですよ、船で。本当ですか、うん、どうでした。綺麗ですか。バケモンいました。いや、仕事。いや、その昆虫興味ないから、この人。いや、魚類とか。あ、魚類まで興味ないんだ、多分。とりあえず業務的に無理やりたい。そうそう、仕事だ。いいな、小笠原行ってみたいんですよ。ただ行くと1週間帰ってこれないんで。あ、そういうもんなの。はい、そういうもんなんですよ。へぇ、1週間ぐらい帰ってこられないんです。小笠原は、うん、船でしか行ってない。でも、若い時しかできんからね、旅は。そう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 、元気な人。行きたいですね、小笠原も。日本中旅してください。はい。
僕は今後インターネットでね、あのカメラ越しにうずうず言ってくるね。アウトドア系はおーちゃんと茶垣さんに任せました。いやいや、何やってんですか。頑張ってくださいよ。いや、神様しっかりしてください。いや、もう神様、うん、瞑想もいいんですけども、うん、やっぱり神様はそうそう、あの戦わないと、戦う神でもあるんで、そうそう、やっぱ出ないとね、外に、うん、そうだよ。今後俺いろんなチャンネルとコラボ解禁していくわ。おーちゃんぐらいやっぱり行動力つけて、やっぱりそうそうそう。で、コラボ相手はチャンネル登録70万人以上しかしないから。ああ数字数字だから。なるほどね、うん、戦略だね、それは戦略。自分は低いけどな、うん、おーちゃんなら80万人だね。はい、チャンハキもそれ公言してきや。うちは70万人超えてないとやらんもんで。自分もスターになった体で行こうよ。そこはちょっと嫌われるのも大事よ。お前ら1000人もらうのね。いやいや、関係ないよ。関係ないね。関係ない、うん、確かに。ということで皆さんありがとうございました。なかなかね、ありがとうございました。おーちゃんさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。インターネット、最後握手。いや、神様ありがとうございました。いやー、もうこの手洗わんとこ。ありがとうございました。ありがとうございました。またこの場所覚えていけ、お前ら。もうホタテが見といて、これ。ああ、入れ食いだとこか。ホタルイカがもう群れになって今来とる。ということで、はい、秋山さんの茶会さん、はい、俺結構顔広いやろ。そうです、そうです。おっちゃんも俺のファンなんやって。ヒカキンとかも絶対そうなんだよ。ヒカキンとかはじめ社長とかさ、だって今聞いてたまたまおーチャンネルのところ連絡したらさ、俺のファンじゃねえのって言ったら、大ファンです、神様って言って、やっぱ慕ってきたじゃん、はい、ちょっと俺なんかそういうの持ってんだって。俺はそうもともと、ね、だからちょっと今度はじめ社長とか東海オンエアとかヒカキンとか連絡してすまんだろうって言って、はい、なんかコラボしたってもええとみたいな感じでちょっと言ってみるから、はい、楽しみにしといて。分かりました。どんどん実現させよう今後。はい、分かりました。俺ジャスティン・ビーバーともコラボしてって、コラボしてやってもいいぞって前から言ってたのよ。7年前だよ。だってさ、俺ジャスティン・ビーバーがさ、デビュー当時さ、小学校だったんだ、あいつ。小学校5年生みたいな子のだったんだよ。その当時から知ってるからね。だから小学生の相手してるもんで、ジャスティン・ビーバーなんて。あの YouTube で見て検索してみや。小学校5年生のさ、めちゃめちゃ可愛いさ、声変わりしない前、声変わりする前のジャスティン・ビーバーが動画あるから、 YouTube にいっぱい。で、その当時から俺子供の頃から知ってるから、俺が育てるみたいなもんだから、あれは。ジャスティン・ビーバーとかも、あ、向こうも知ってるの。まあ、知っとる可能性高いわな。で、電話したら分かると思う。俺が育てるみたいなもんだから。最近俺言っとるよ、あの深篠高橋って。スマップも俺が育てたとかね。あ、聞きますね。そうそうそう、あの森くんが揉めた時も全部俺がね、あ、収めたんすか。そうそう、収めたような気がしてる。気がしてる。あれ酒飲んであったじゃん、草薙 YouTuber がトラブルした時もさ、俺がさ、テレビのとこから頑張れと応援したもんで、今があんねん。なかったらもう潰れとるよ。すごいですね。わかる、すごいやろ、結構ね。すごいですね。結構やるやろ、うん、見直してくれた。はい、ああ全勝ってやつ使いたい、ここは。じゃあさ、専務聞いてよ、うん、結構俺実は人気あんだわ。はい、結構名前取ってるでしょ、俺。はい、取ってますね。嘘じゃなかったでしょ。はい、ああ、だから大物 YouTuber と俺にコラボしたかったら言ってよ。あ、全部つなげるから。マジで。チャガキ TV でも好きな人。あ、分かりました。ヒカキンでも、はい、なんでも、ちょっと俺がアクション起こしてみるわ、電話して。めちゃめちゃパイプ持ってますね。おー、じゃあ、まだパイプないけど聞いてみる、俺のワンちゃうかって。で、そうですって言うから。そう、そしたら、おー、じゃあコラボしたのか来いよっつって。え、何。いや、何恥ずかしい。いや、運転してるだけですけど。ああ、ということで、今ね、SD カード切れたから内蔵メモリに変えたんだけど、あと何分撮影できるとか、3時間20分と5時間19分って2つ出てきて、どっちだろう。多分5時間の方じゃないですか。今内蔵メモリに変えたから録音できたんだけど、こうやってやるやん、うん、こうなっとるよ。本当だ、時間で撮るんだ。どっちが正しいか分かんない。いいや、ちょっと15分ぐらい撮って終わろうよ。上のやつは多分このバッテリーの充電じゃないのかな。充電、うん、でも録画できとるやん今。それだけ撮るしたんじゃない、多分5時間撮るんだ。これ動画でホテルロビーにてって動画ですよ。だから15分ぐらい撮って終わろうよ。いろんな歌をちょっと作っていかない感じね。そうですね。だから今度あとお茶来た時のさ、流れをちょっと練習しとこうよ。お茶でもさ、俺らの前でさ、戦うウケるよハムタラーってできるかな。多分できる。
恥ずかしいんじゃない人がおったら。大好きだから言ってスキップしてもらって映せんけどねスキップしても。いや足元だけだから、うん、大好きって知ってる浜太郎の歌。いやおーちゃんはやると思うよ、うん、で浜太郎って最後言うから浜太郎からの好きだけど好きだけど好きだけどって言ったら専務が大阪行きでうれれれれれれならないしみたいな何度でも何度でも何度でも言って俺が言うから呼ぶよってこのからこっから下ぐらい映したらどうだろう。いやいや俺でんけど、はい、ということであの釣りしてガサガサして今ちょっと対談を、はい、左側に見える足があれが生物観察の鬼と言われてるおーちゃんです。おーちゃんさんです。で真ん中が一応茶会山本さん、はい、こんばんは。で一番右が秋山さん、秋山専務。一応この2人は茶川 TV で100万人目指してます。行く可能性はちょっと低いかもしれないけどね、はい、一応目指してます。10年後にね、10年以内には100万人。いや分かんないです、何があるか分かんないのが YouTube なんで。だから専務霊感あるのよ、はい、だからもう俺ね思うんだわ、茶川 TV のネタってさ、やっぱりあのやっぱ年食っとるから、うん、じゃなくて秋山専務の霊感チャンネルにした方が絶対ウケるって。霊媒師で。霊媒師だもん。あのなんかね特別な能力あるの。あの遠い人と分かったり、あと幽霊とかそういうちょっとあるのよ。だからそれのチャンネルに特化した方が俺は行くと思う。マジで。それで江原正幸のなんかモノマネしてさ、グングンってちょっと大げさに嘘もはめて、あなたの先祖みたいな。それで行って。詐欺師みたいなこのそう詐欺師って言ったんじゃちょっとうさんくさい感じ。あれうさんくさいでしょ。だって降臨させちゃって前世とか呼んで、お母さんとか呼んで話しちゃうんだよ。本当ですかね。本当本当ですよ。そっちの方が多分ね筋ドーンいくよ。いた子みたいな感じで、うん、本当ですよ。そしたらそれを聞いたさにあの俺絶対そう本当ってね本人が言ったら本当なんちゃう。だから茶川家は置いといて別チャンネル作ろうよ。で秋山専務 の霊媒室みたいなんで、うん、イメージは江原正幸やろ、うん、でカメリンとか救ったり除霊したりさ。もうやめてって言われそうだね俺。何を、うん、家族に。いやだからサングラスするか分かれへんよ。スピリチュアル、ね、スピリチュアルのスピリチュアル秋山でスピリチュアルそれしか多分伸びネタないよ。いやなんか高橋君の俺のネタになるだけの気がする。じゃあ俺は思いやりだって、うん、俺こんだけやってきて全く人気ないんだから、うん、やっぱりね年食ってるとパワーが弱いわけ。なるほどね、うん、だから20代とか30代のパワーに負けちゃって、うん、そうだからもうだったらちょっとその辺の霊感的な、うん、特殊才能を発揮しちゃって、うん、これはマジでバズるかも。なるほどね。そうそう霊感商法、うん、いやあの僕らの話いいです今、はい、何がいやおーちゃんさんいるんですよ。ああそうだ、ね、いやおーちゃんさんいやフリートークだからいいよ、はい、そうですよまだ、あ、アマゾンで時間いっぱいあるから話がない話好きだね。そうそう。じゃあ俺らに喋るには聞くのが好きなの。いやね俺は聞いたらどうですか。いやおーちゃんさんどうですか。 YouTube 始めて、はい、人生変わったと思うんですよ。変わりましたね。ねえ YouTube であの会社辞めたとかも言ってるわけでしょ。はい、ね、言ってますよ。サブチャンネルでがっつり言っちゃってますよ、ね、会社辞めた。辞めて3年目やめて2年ぐらい。まだ2年経ってないぐらいです ね。だって5年前はさ普通にサラリーマンとしてさ働いて。5年前はまだ就職してなくて。あ、そうなの。あのその時はなんか無職でしたね。その当時は。あ、始めた当時は。あ、そうなんだ。5年前無職やったの。無職だったんですよ。それで、もう将来不安じゃないですか。もちろん。で、ストレスめっちゃ溜まって、うん、それで、うん、あのそんな時に神様の動画を見て、うん、神様の存在を知って、うん、あ、素晴らしいなって思って、はあ、それでストレス発散に高橋魚神ごっこを始めたんですよ。ああ、なるほど。それでどうせやるんだったら俺もカメラ回して動画にして、うん、で広告つけてで、うん、あのこれにしてガソリン代ぐらい稼ぎゃいいわって思ってやったんですけども、うん、そしたらこうなりました。ああ、なんで神様のおかげなんですよ。なるほど、ありがとうありがとう。素晴らしいですね。そうバズったんだね。あ、ほんでその後就職しても金がないから働かなきゃって働いて、はい、であれはあれ言ったら YouTube 収益の方が収入が増えちゃったから、はい、だったら専業になった方がいいなと、
まあその最初その混ざった時は、うん、まあ、ちょっと慎重になったんですよ。さすがにすぐやめたら、うん、これで、うん、あの来年稼げんくだったらまずいなって思って、うん、ちょっと冬の状況見てやめようかなって思ったんですよ、ね、うん、冬が一番稼げないんで、うん、1月とか2月とかが一番稼げない時期なんですよ、うん、虫チャンネルって、うん、その時でも余裕でその生活立てられるぐらいのお金が入ってくるんだったらまあやめてもいいかなって思ってたんですよ、うん、でまあ結果、まあ、全然やめられるぐらいの収入だったんで、うん、じゃあもうやめちゃえって思って、うん、俺だったらもう最初バズった時にもうやめちゃえってなっちゃう、うん、あのはじめおうちゃんはさ、なんか海釣りの動画があってさ、うん、やっぱ釣りの頃は全然伸びてなかったのよ、はい、それなんかね、昆虫になったらあれあれって言ったらドゴゴゴゴってあのスズメバチのからバズったね、うんうん、そうですね、まだスズメバチが良かったんじゃない。当時あんまスズメバチの動画上げてる人がいなかったのと、うん、まあ、虫チャンネルってあんまりなかったんですよ、その時。あ、そうか。万超えてるチャンネルが1個か2個ぐらいしかなくて、うん、全然そのニッチが空いてたんですよ、うん、だから虫界の今ナンバーワン取ったからね、うん、そうですね、このだからナンバーワンをちょっと抜かれないようにちょっと突っ走るしかないね。いや、それはいずれは誰かが抜いていくと思いますけどね、うん、いや、人に抜かれる抜かれないよりも自分がそのこれを設け続けることが大事ですよなるほど、まあ、ナンバーワンでも稼げなかったら意味ないんで、そうそうだよね、ナンバーツーとかスリーでもその今より稼げるんだったら全然そっちの方がいいですね。え、でもおーちゃんも金銭感覚がこのさ数年で変わったんじゃない。やっぱり変わりますね。ちょっと釣り具買う時とか、うん、なんかどっか行く時とか、うん、そういう時に実感しますね。でグリーン車も乗り始めたでしょ。グリーン車も乗りますし、僕も乗り始めたんですよいやあれ中で作業する時にグリーン車の方がやりやすいんですよね。いや僕はその俺はグリーン車乗れるぜっていうのを周りに見せつけたくて乗ってたんですよ、四国に帰るときそうなんですか。そうグリーン車で、グリーン車で今までだってそんなん自由席でいつもこうやったのが、俺はグリーン車乗れるぜみたいな感じで、そうそうなっちゃうんですよ。いやでも分かります、それは、うん、え、うん、おーちゃんは天狗にはなってないですか。いや少しはなりますよ、それ。あの友達に自慢しました。友達に別に自慢はしないです、あんまりその、うん言わない方がいいかなって思って、自分からは言いませんでした、うん、聞かれたら答えてましたけども。いや俺はねそれ結構嫌われたんですよ。あのそうなんですか。そうそう、月収がねどうだったかな、月収が300ぐらいになった時に、はい、四国に帰っておいっつってお前何やっとんみたいな感じで、うん、お前なんぼやつ月収つって俺お前こんぐらいあるけどお前どうよってでみんなに言ってたらめっちゃ嫌がられてとんでもないこれはいかんってそれはとんでもないですよ。そうそうそう俺はずる賢いから言わない。もしもらあっても、うん、本当うん、もうだいぶもう少ないよ。いや30ぐらいしかない。そうそ そうあんまり言わないようにしてたから、あの実の兄ちゃんにも嫉妬されてね。そうなんですか。そう、あの今まであの俺40歳でもうお前はホームレスになるからって親に言われてて、40歳よ、はい、40歳の段階でお前本当に病気だから頭おかしいからホームレスになるぞこのままではと、うん、で、いや俺その時 YouTuber になる言い始めて親がもうこいつは病気だと天下取ったら、そう、ま、当時そんなに YouTuber いなかったから、はい、病気だと。で兄ちゃんからもう蔑まれた目で、でそれを俺が、ね、あの年収あ月収300万ぐらいの時に自分のお兄さんに「おい」っつって「お前俺こんぐらいあるけどお前どんなに稼いどんやん」ってあって実は何大したことないなって言ったらめっちゃ怒られてそりゃそうですよ。いやでも言いたいやん見返したかったんですよ。そうそうそう、俺もやれるよみたいな、うん、そうそう、もともとこういう夢だったんだよっつって。よかったですね。そうそうそう、で車とかちょっと買ってね、500万ぐらいの車買って「おい」っつって、どんなもんじゃいけでもこんな安い車だよって言ったらめっちゃ嫌われるんでやめた方がいいですよ。いやそれはやらないです、やらないです。そう、いや絶対ね、これあれがヒロポンさんとかも嫉妬してると思うんですよ。どうなんでしょうね。まあ ないわけではないでしょうね。そんなにもらってるのって言って、でやっぱり自分と10倍以上違うと、ね、はい、収入がやっぱそんな身近な人でね、うん、そしたらもう羨ましいなと思って嫉妬してるはず。まあ、嫉妬なんかするんや、絶対すると思う、うん、でもなかなか慣れないからね、なろうと思って、まあ、難しいですよね。最初の時聞かれたよ、どう仕事みたいな。何がもがってるみたいな。
俺に、うん、おでその後じゃ貧乏人かと思ってさ、買おうか携帯見てさ、じゃ全員貧乏人よ、電話したろ貧乏人ってちょっとおいでよ、おごってあげるよね、天狗で自慢できるから、僕も今日できますもんね、何今日からできますよ、あ、青ちゃん知っとるでみたいなそうだからキッズから見たらそうなんだよ、すげーみたいな感じで、そうそう、キッズはね、小学校5年生の男の子で大ファンが多分いっぱいおるから、うん、嬉しい、本当にやばい、やばい、とんでもないこと、とんでもないことになりました。でも今回これ神回じゃないですか、うん、あ、そう、俺うち神回でやる、いろいろ神回ですよね、たくまメソッド使う、神回、神回って書いてもうち伸びんねやけど、でも書く、いや神回ですよ、神回って、いや僕も神回って書こうと思います、ね、だって神様とのコラボなんで、それ神回じゃないですか、もうその時点で神回は確定してるんです、 ありがとうございます、嬉しいです、もうお茶がそうやって思ったってことはもう神回、そう、ね、いや神回ですよ、神回ですよ、おちゃんと対談してみたんで、ちょっと行くごろで神回、ちょっとまずいとかカットせないかね、変なとこ、はい、いや特にないんじゃないですか、いや、金の話はちょっと下世話だったんだけど俺のイメージが悪くない、一番それ言わないかんとかだよね、何が一番それ使わないかんとかだよ、本当はね、ちょっと俺のイメージが悪くなるから、もう今更いいですよ、大丈夫ですよ、まあ、いいよ、これライブ出すよ、ライブというか、うん、はい、出してください、3本立てぐらいにして、うんうん、おーちゃん、こまごまと、はい、何こまごまと出してください、それ、うん、ちょ小出しにして、いや、大事ですよ、小出しは小出しにして本数稼ぐんですよ、うん、それがいいっす、ナンバー、この動画ももう3本ぐらいにしちゃって全体対談、そうそうそう、全編通常そんなに切れますか、引っ張ろうか、いや8分以上にして切らないと広告いっぱい入れられないんで、じゃあ叩かれることあるかな、こうちゃんの顔出しついに確定みたいなんでさ、あ、見てみたら全然出てこないね、こういう嫌がらせ、そうか、違う人を出しちゃって違う人、この人ですよ、この人です、全然関係ない人、この人がかわいそうやねあの写真を出してもあれあかんしね、あれ触れちゃいた、あれはかわいそうだ、そっとしてあげてあれどういう顔したのかやとか、巻きたいのはわかるんですけども、うん、それはまあ、あの見つけて一人でニヤニヤするぐらいにしとかないと、うん、ものすごい寒い、そう、うん、いやもう体おかしいんですよ神様結構寒さに強いんですか、うん、寒さに強いかもしれない、神様サンダルでしたもんね、うん、そう、サンダル2度とかですよ、うん、足が慣れてきた、神様の足の裏見た方がいい、多感症、神様の足の裏どうなってるんですか、ゾウみたいな、ああ、もう皮が熱くなってる、もう皮膚がカチカチ、なるほどなるほど、そうそうそう、それで熱を通さなくなってる、そうそうそう、硬くなっちゃう、鍛えられる、なるほど、もうすごい足してる、え、何、いや、なんか普通だよ、別に全然普通じゃないですよ、普通だよ、さすが神様、ずっと裸足でおるからね、強くなってくる、え、おーちゃんさん、なんかじゃあ動画、はい、最後になんか言いたいことちょっと語って、何でもいいです、何でもいいですか、フリートークで、フリートークで、やっぱ直に神様にお会いして、もう生きててよかったと思いましたね、 ありがとうございます、ですから私は人生的にも今日神回ですね、ああ、まあ、マジ今日というか、まあ、昨日から、うん、僕も潔癖なんで極力会わないようにしてるんですよ、そうなんですか、そうそうそう、まあでもおーちゃんさんなんでね、怖いよね、本当にね、人にそうだ、俺避けてるもん、うんうん、そうでもいつもあのツイッターとかで言ってくれてたから、うん、頑張れ神様って、ありがとうございますって、いやもう僕信者なんで、ファンとかじゃなくて信者ですからねそう、いやなんかすごい先生、いややっぱ俺の気持ちが伝わったんだと思う、うん、あの本当にマジで、うん、あの困ってる人を助けたりとか、うん、そういう思いで YouTube 作ってるから、うん、今も、うん、そうですよね、それが多分おーちゃんさんに伝わってくれたんだと思う、うん、バリバリ伝わってきました、伝わってきた、やっぱあの夢と希望を与えたかったんですよね、神様、そう、困ってる人とか悩んでる人を助けて、で俺もう満足だよっていう、それがスタンス、今もそうよ、だからまあ金も欲しいけど、あのそう、みんなから違う声されてすげーって言われたいだけでそうそうそう、いやでも本当に世界中の人たちに夢と希望を与えていきたいって、あれは、うん、高橋流バッツリ
でしたかね、あのこれが高橋流バス釣りだ、喜怒哀楽編で言ってましたよ。そうだ、本当にそう、今も変わってない。はい、あのなんかちょっと正義感俺あるから、割合困ってる人を助けたっていうか、なんかよく人生相談されてるじゃないですか。そう、相談してくれないんだけどね。うん、そうそう、好き好きなの。やっぱ引き寄せちゃうんですよ、神様、そういう人は。あ、そうかな。はい、じゃあその人の下で働いてる 俺ら幸せちゃダメじゃん。もうまあまあね、あ、俺いつも寝るときいつもこうやって拝んでないってことだよね。もうそうですよ、本当。はい、足負けて寝れないですもんね、もう神様に。神様いや神様でしょ。ってなんかだけど僕全然関係ないけど、はい、嬉しいですもんね、まあ、あの高橋さんがそうやって言ってけなされるようにね、うん、こんな大物になっちゃう、すごいよ。いやでも俺らも頑張って今からチャンネル登録100万人やろうよ。ちょっと大ちゃん声ですね、それ。100万人いってください、神様も。多分数学なんで、うん、いけると思うんだよ、その方程式を解けば、はい、どうやったら人気が出るかとか、はい、どうやったらリピーターがつくか、数学を解いていけば、はい、いけるんだよ。そうですよ、物理学で理論上は可能なはずですよ。そうなんですよ、それの俺らが解けないから、うん、もう路頭に迷いつつあって、それを解いちゃえばいいわけ。解いてもあのやりたいことやっちゃうんじゃないですか。そうだから、専務はもう霊感商法で、それで茶会はもうそのままのびのびやればいい。そのままでいい。霊感商法があってるの。霊感っていうか、あの本当のあるじゃん、予知能力あったり、あの刑務所だね、あの 霊感ちょっとあるから、うん、ここは危ないよとか、ね、だからそれを動画にして、うん、最後ちょっと脚色で背中を回ってクンクンって除霊してやれば、バーンよ、パンパンとか。マジで絵柄にせなろうよ。そしたらまあやばいよ、うん、引っ張れた。そうやって見たら、そうやって見えてきましたね。そう、でも嘘はね言い続けないから、うん、台本書いといて。いや嘘じゃないからね。あ、嘘じゃない、うん、そうそう、嘘って言ったら嘘になっちゃうから。そうだね、そうだね、うん、ということで、じゃあおーちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございますね、いろいろ結構長時間に喋って、はい、今何時かな、ちょっと2時間ぐらい、じゃあ仮眠取る、少し仮眠取ります。90分か、今10時32分です。あ、これじゃあもう1時間半ぐらい、じゃあ12時ぐらいまで、はい、12時ぐらいまでちょっと休憩しましょうか、はい。